いや、やばい、そのポケカ野郎ってさ、あれでしょ、あの散財の始まりでしょ。いや、そんなことないよ。1デッキ2万円くらいです。いや、もうやばい。だってさ、確か聞いたもん、渋原からさ、なんか最近おじじからポケカやろうって誘われてるんだけど、始めたら絶対お金飛ぶの分かってるんだよなって、すごい悩んでたもん、渋原やる前。それは高いカードを買う、なんかそのコレクター要素のカード買うから高いね。一応さ、渋原は金持ちじゃん。そうだね、別にいいだろう、どうでも。確かに。確かに、結局始めちゃってるし。俺とモントみたいな貧乏なやつが、それは嘘、やばい。あのあれよ、コレクターカード買ったらあかんねん、散財する。それ貧乏は嘘、貧乏です。でもね、一般平均化すると俺どちらかというと貧乏な部類に入るよ、多分。俺も、いや、もう謝った方がいい、それは。俺1ヶ月100円ぐらい。100円、やばい、それは貧乏だ。うん、お金返して。待って、 CR のね、人がお金貧乏なわけないの、わかる。え、俺は CR じゃないからね。でも、まあ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 、うん、CR はみんなお金ないよ。いや、いや、やばい、やばいよ。いや、ほん、でも俺本当お金ない。え、それがもんちゃんが本当にお金ないとしたら、それはね、もんちゃんいじめられてるよ、 CR。いや、問題いじめられてるし、お金ない。そうなの。そう、問題いじめられてるし、お金ない。ああ、うん、俺もお金ない。いや、一応俺らのお金は全部おじじの、うん、いや、何も言わないわ。でも、おじじでもいい人だから、そんなことするわけない。おじじだけお金持ってるんだから。おじじだけお金持ってる。知ってるんだけど、おじじの家めちゃめちゃ広いんやで、今。え、知ってますよ。なんかリモコン8個ぐらいあるの、ツイッターに載せてませんでした、うん、モンドなんかワンルームやで。うん、え、ワンルームって、うちの家今家賃1万円、うん、そ、どこに、え、無人島かなんかに住んでるんですか。やばいな。本当だよ。おじじのお家住ませてもらえないわ。いや、ダメだって。一緒に住みな。家賃取られるの、その場合は。うん。それやばそう。家賃だけで50万いく、絶対。だから俺、モンドの気持ちもわかるね、もうすごく。俺、毎日おにぎり1個食べるよ。おにぎり食べるの。うん。毎日1個だけ食べれる。1個だけおにぎり食べるの。うん。あら、お腹すいたいわ。俺も毎日空き缶詰めてるもん。あ、お金に何十円とかになるやつですか。お金は大事。うん、お金貸して。ハロミンさん。いや、ないって。じゃあ、星川さんが貸してよ。お金ない、星川も。星川さんもお金ないの。お金ないよ。YouTuber 未来ないじゃん、これ。ゴミじゃん、YouTuber。YouTuber ゴミだよ。やめた方がいいよ、みんな。夢がなくなった。